はい、ハロウィンでございます。京都円町の阪急オアシスでなんかハロウィンっぽい、のがありまして、これ贅沢お肉で贅沢コレクション、というおかずなんですが、半額で377円だったんですね。これ700何本でも安いかなと思うんですけれども、でこれ豚ですね。これで結構でかいですよ。これ煮たり焼いたりすると豚ってすっごい縮むので、これ結構大元はでかいと思うんですね。これちょっとターメリックライス、でございますが、で、ちょっと寄せ橋してましたね。行儀悪いですね、すいません。これがですね、結構太いのが3つも入ってるんですよね。いやいや、これもこれだけでも340円の価値ありでございます。で、じゃがいもとなんかいろいろ、アスパラかの、これもなんかね、肉系で炒めてある気がするんですよね。で、鴨ロースはもう間違いなく阪急オアシスの鴨ロース美味しいんですのですが、で、ベーコンがまたこれいっぱい入ってるんですよね。これちょっと全部食べたら塩分がえぐすぎるので、これ3食分ぐらいに分けて食べたんですけど、晩と次の日の昼とで最後ちょっと残ってたやつ夜に、ちょろっとだけ食べたんですけれども、ということでこのポテトで巻いたりとかしていただいております。多分今日10月31日も売ってるのかな。これ肉バージョンとエビバージョン、エビチリとかあのエビのなんか料理バージョンと2つあったんですけど、僕は2個食べたんですが、今日もあるんじゃないでしょうかね。ちょっとわからないんですが、なので一応、今日アップしたいと思って、急いで取り急ぎアップいたしました。今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、でチャンネル登録はこちらでよろしくお願いします。毎朝7時にアップしております。それではまた明日です。ありがとうございます。